わずかになりました。今日も北区の区議会議員の方が駆けつけていただきました。本田正則さん、お願いいたします。北区の日本共産党北区議員団の本田正則です。時間がないので、2つだけ、1つは南スーダン派兵ということになってますけれども、先日アメリカ軍の心理学の教授が言ってましたけども、すごい矛盾があって、人間は人殺しできないようにできてますから、その人殺しをさせるための訓練がやられる。人間で亡くなった人が帰ってきたらどうなるかという問題で、人殺しをしたりあるいは自殺をしたりという問題が、大変起きている。このことの解決ができないんだということを言っておりました。自衛隊にそういう場所に行かせない、大事なことだと思います。もう一つ、国民保護法というのがあります。国民保護計画というのがあります。戦争法ができて改定されする準備が進んでいます。何が問題かというと、緊急事態等現地対策本部というのを作るんだそうですが、その時に北区は参加しますと書いてあります。ちょっと待てよと。災害の時の対策本部とかテロが起きた時の対策本部なら仕方がないかとも思いますが、海外に派兵した時に作られる現地対策本部には参加すべきではない。このことなどはきちんと意見として言う、意見として、計画に盛り込むように言ってありますが、一体どうなるを言ってまいりました。このことも報告をして私からの発言としたいと思います。ありがとうございます。企画議会での様子とかもまた教えてください。